スノーマンの佐久間大介が、14日発売の雑誌、アンアン、2385号の表紙に登場。ガラスに滴る水を拭い、怖くて的で妖艶な眼差しを見せている。佐久間大介、恋愛特集で表紙、バレンタイン当日に発売される今号は、同誌恒例の恋愛特集。愛しいと思う感情、思いが募って溢れてしまう心の揺らぎなど、誰もが経験している、恋しく思うこと、にフォーカス。その表紙に、映画、マッチング、で強い愛情を抱きストーカーとなる役を演じた佐久間が登場する。佐久間大介、三つの愛の形、表現。今号で佐久間は、三つの愛の形、を表現。一つ目は、無垢な愛。朝日が降り注ぐベッドの上に寝転がり、うたた寝したり、着替える姿を隠そうとして爆笑したり、ぼーっと外を眺めたり、オフホワイトのモコモコのルームウェアをまとい、まるで笑い声が聞こえてくるような汚れなき恋の瞬間を切り取った。続いては、爽やかで甘酸っぱい恋とは一転、妖艶な夜のムードで、渇望する愛に突入。光沢のあるブラックのシャツを羽織り、水を垂らせながらシャワーブースで佇む姿は、圧倒的な艶っぽさを放っている。鍛え上げられたたくましい腹筋を覗かせながら、カメラを見つめる大敗的な雰囲気に、ハマったら抜け出せなくなりそうな、危険な愛の予感を抱かせるシーンとなった。シャワーブースのガラス越しに、しっとりとした肌、達観したような視線を見せている。ラストは、思い煩い、胸を焦がしていく、募る愛。タートルネックトップスとジャケットというノーブルなコーディネートとは裏腹に、そこにあるのは、苦しいほどの愛母の思い。アンバーな色合いのライティングに照らされる、愛の砂漠のような空間で、一輪の白い花を愛しい人に見立て、寵愛し、思いを募らせていく様を演じている。バル、愛惜しげに花を抱きしめたり、恍惚とした表情で花びらを浴びたり、思わずその一枚を加えたりと、愛しくて、大事で、誰にも渡したくない、といった紙一重の慕情を表す姿は、衝撃、の一言。幸福、欲情、切なさを見事に演じ切った佐久間は、眼差しや指先、表情の一つ一つで表現している。佐久間大介、人を思うということ、について語る。インタビューでは、映画、マッチング、についてはもちろん、今回の特集テーマに合わせて、人を思うということ、についてもトーク。惹かれてしまう人物像、好き、の伝え方、また自身の思いを全開にできるステージに立つ瞬間について語っている、もともと影の部分を持っている人間、と冷静に自分自身を見つめた上で、あらゆる姿を見せた佐久間。インタビューでは、その唯一無二の表現と魅力がたばしる瞬間に触れることができる。ラスユートラも登場。今号の特集は、人が人を恋しいと思う感情、思いが募って溢れてしまう心の揺らぎなど、誰もが経験している大切な人のことを恋しく思う気持ちについて、クリエイターや文化人のインタビューなどを通して考察。また、二階堂ふみ×チェ・ジョンヒョプ、奥平大賢×鈴鹿ひろしの対談、作家、桜君は、鈴木すずみが書き下ろす短編小説、昨今注目を集めている平安女子の和歌による思いの伝え方、美しい官能表現が見られるアジアの映像作品紹介など、様々な角度から掘り下げる。クローズアップには那須雄と、美少年、ウラリクト×大内リオン、AM 美少数が登場する。